はやきゲームズです。バージョン 4.2 で実装された隠し新武器水仙十字の剣の入手方法と性能を紹介したいと思います。また精錬素材の入手場所全4箇所と水仙十字の剣の武器性能を切り替える方法も紹介していきます。まず入手方法ですが、連続世界任務水仙の痕跡の追っての第4幕を最後の方まで進めると入手することができます。今お見せしている2つの動画で解説していますので、よろしければ概要欄のリンクからご覧ください。次に水仙十字の剣の性能についてですが、サブステータスは攻撃力 %で、特殊効果が装備者がある継続性を持たない場合、通常銃撃落下攻撃を命中させるとプネウマまたはウーシアのエネルギー衝撃波を放ち、攻撃力に応じた追加ダメージを与えてくれます。今までは本体のキャラか水主人公しかプネウマウーシアの攻撃はできなかったのですが、この剣を装備すると本体のキャラ以外のキャラや草主人公、岩主人公などに装備させてもプネウマウーシアの攻撃ができるようになります。プネウマとウーシアの攻撃ができるとフォンテーヌのギミックを解除して宝箱を取ったり、フォンテーヌの敵を弱体化したりすることができます。また水仙十字の剣はプネウマとウーシアを切り替えることもできますので、後でその方法も紹介します。次に精錬についてですが、精錬アイテムとして湧き出る聖杯を使うと武器効果を強化することができます。湧き出る聖杯は任務アイテムのホラ貝の枯れた杯と交換することができます。ホラ貝の枯れた杯は全部で4個ありますので、入手方法を紹介していきます。ホラ貝の枯れた杯の1箇所目に向かうため、ウラニア湖の南にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したらまっすぐウラニア湖の方に向かって進んでいきます。鉱石のあるあたりまで来たら湖に沿って北方向に向かって進んでいきます。この場所のホラ貝の枯れた杯を取るためには世界任務エディニュスのはぐれ精霊を完了する必要がありますので、まだの方は概要欄のリンクからご覧ください。しばらく湖に沿って進んでいき、滝の手前まで来たら右側に洞窟の入り口がありますので入っていきます。中に入ると左側にいるパシーフの隣に貴重な宝箱があり、それを開けるとホラ貝の枯れた杯を取ることができます。次の場所に向かっていきます。ホラ貝の枯れた杯の2箇所目に向かうため、実験用フィード生成装置の南東にワープします。到着したら左を向いて北西方向に飛んでから左に曲がり、西方向に向かって進んでいきます。今向かっている先には扉があるのですが、その扉を開けるためにはアルケームの記章を作成する必要があります。今出している動画でやっていますので、まだの方は概要欄のリンクからご覧ください。自分はすでに取ってしまっていますので、杯が入っている宝箱がある場所だけ紹介していきます。すでに消してしまっていますが、初めて来るときはバリアがあり、バリアの横の壁をよじ登ってバリアの反対側に行ってホラ貝の枯れた杯が入った貴重な宝箱を取ることができます。次の場所に向かいます。ここからホラ貝の枯れた杯の3箇所目に向かいます。水仙十字結社のマークにワープをしていきます。到着したら目の前にあるキラキラに近づいて閲覧を選びます。世界任務水色の兆候が前提になるのですが、水仙十字の剣を持っている時点で終わっているはずです。すでに取った後ですが、水仙十字結社の反対側の壁際に貴重な宝箱があり、そこにホラ貝の枯れた杯が入っています。次の場所に向かっていきます。ホラ貝の枯れた杯の4個目を紹介します。自然哲学学院の北ワープポイントにワープします。到着したら後ろを振り返って北方向に向かって進んでいきます。突き当たりまで来たら右に曲がって進んでいきますが、水の中には入らず水の上を泳いで渡っていきます。この場所もすでに取った後ですが、扉の中に貴重な宝箱があり、その中にホラ貝の枯れた杯が入っています。精錬アイテムの交換とプネウマイルシアの切り替えをする場所を紹介します。安眠の地の北ワープにワープします。到着したら真下に進んで下の方まで降りていき、後ろを振り返ると泡の近くに光っているところがありますので近づいていきます。光っているところまで来たら近づいて小さな噴水を選びます。選択肢が出たらホラ貝の枯れた杯を献上するを選びます。
渡す画面になったらホラー街の枯れた杯を選んでから渡します。これで1つ入手できますが、4個ありますので4回繰り返していきます。今交換作業をしている光っている場所がないという方は、世界任務水仙の痕跡を追っての第4幕千尾が描く波を完了させてください。同じことの繰り返しなので次の説明に移ります。精錬アイテムの湧き出る聖杯を4つ入手したら、武器の精錬画面から選ぶと精錬することができます。精錬すると特殊効果の追加ダメージが攻撃力の何パーセントとなっているのですが、そのパーセントの値が上がっていきます。もしよかったら貫突までやっておいてください。次の説明に移ります。フレウマウーシェアを切り替える方法を紹介します。先ほどのところで水仙十字の剣をウーシェアに変えるを選ぶとウーシェアに切り替えることができます。追加攻撃がウーシェアになるだけでなく、見た目も紫色になりますので、気分で切り替えるのもいいと思います。プネウマに戻したいときは小さな噴水に近づいて水仙十字の剣をプネウマに変えるを選ぶと元に戻すことができます。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録高評価をお願いします。ライブ配信、ツイッチ、ツイッター、ブログ、ホヨラブも見ていただけると嬉しいです。では